はい、よろしくお願いします。今回は高校数学 2B の二項分布丸2をお送りします。で、前回からね、二項分布始まって、で、まあ続きなんですけど、まあ今回も問題演習を2もやっていきますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいと思う方は、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、多分速攻終わります。この動画多分すごい短くなると思うんですけど。で、今回求めたいものは平均分散標準偏差です。で、ここにも二項分布のね、B のほにゃららほにゃららが書いてある。だからこれだけを使って、この3つを求めることができます。でね、今回これ公式なんだよね、全部ね。で、本当はポイントで公式書こうかなとも思ったんですけど、まあ解きながら、すごいシンプルな公式なんでね、まずちょっとこっち側に書いてしまいます。まあ苦手な子がいたらメモでもしてもらえたら嬉しいですね。今回は二項分布なんで、B の、まあ、NP ですよね。まあ、これに従うと。こうやって、それも書かれてますけど、N 回試行して P の確率のものを出したいと。で、その時に、今回、ちょっと意図的に平均にしました、1個目。これで、ね、もしかしたら戸惑う子が出てくるかなとも思ったんですけど、平均って、期待値と同じだからね。期待値の時の勉強で平均っても言うんだよっていう話をしましたけど、だから、まあ、期待値の方が確かに多い。でも、平均って言われても、両方とも同じ公式なんだと思ってください。EX だね。期待値とか平均。で、EX はすごいシンプルに N と P をかけるだけです。そこの二つ。で、求められる。で、次、分散。ちょっと丸しとこうか。で、次、分散ね。で、分散 VX。これは一個文字が足されます。NPQ。ちょっとこの書き方でいいかな。NPQ です。で、Q って何やねんっていう感じはするんですけど、Q は 1-P です。これは決められてる。1-P。つまり、今これ P が3分の2でしょ、ここ。ってことは Q は1から3分の2を引くので、3分の1になります。それをかけてください。これが分散の求め方。で、最後、標準偏差。で、標準偏差に関しては、もう、分散をルートの中に入れればいいよねって思ってほしい。それで OK だから。だから今回も一応公式書きますけど、シグマ X。その分散が NPQ なので、それをルートに入れるだけです。でも、標準偏差はもう分散にルートつければいいよねって大丈夫。で、今回はこれだね。まあ、これを覚えてもらえれば、まあ、この問題は解くことができます。で、実際に使っていきましょう。まず平均ですね。だからもう期待値って言われても同じように解いてください。EX イコールこの2つをかけるだけだから、かける。で、約分して6と収容。どんどんいこうか。次、分散。VX。で、N かけて、P かけて、さっきも言ったように Q は 1-P。1-3 分の2が3分の1。で、約分するとこれ2か。これで終了。で、ラスト、標準偏差。で、標準偏差に関しては、もうあれに当てはめなくても、分散出てたら、それにもルートをつけてください。で、OK。といった感じ。ね。すごくシンプルなんで、ここに関しては。そう、こんな感じで解いてみてください。じゃあ、2番行きましょう。ちょっとこっち詰めよっか。と、平均。ですね。で、EX イコール2つをかけるだけだから5かける4分の1。で、これ約分がないから4分の5で OK。次、分散。N かけて、P かけて、で、Q は 1-4 分の1なんで、4分の3。入るかな?これ約分ないね。16分の15と。で、OK。で、最後。標準偏差は、これにルートをつけるだけなんで、16分の15。で、ルートっていうのは、ルート16。あ、した。ルート16とルート15。分けることができるので、ルート16は4だよね。で、ルート15はね、そのままで OK なんで、
4分のルート15、これで終了となります。5分っていうね、だいぶ短く終わりましたけど、まあここに関しては本当公式あいつをね覚えてもらえれば解くことができますので、ぜひね頭の片隅にでも置いておいてください。では今回は高校数学数 B の二項分布2をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回の3まで二項分布続きます。でちょっと文章系の問題をやるんですけど、ここのごめんちょっと動かしちゃった、ここの公式をねちょっと戻しますね、ごめんね動くよ、ここの公式を覚えてもらえれば大丈夫ですので、もしよかったらね次回の方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。